オブセ・ミュージアムは長野県上高井郡オブセ町にある美術館。オブセ・ミュージアムの設置及び管理に関する条例に基づいて運営され、補助名称は花作ぶらり美術館中島ちなみ館である。1992年10月22日開館。地元出身の日本画家中島ちなみから寄贈された約1000点の作品を展示する中島ちなみ館。 オブセの伝統文化財である祭り屋台を収納展示する屋台蔵があり、企画展示室では年間を通じて作家によるギャラリートークや親子の美術セミナーなどの様々な企画展を行う。中島千波館では桜やボタンなどに代表される花の作品や人物が、装丁が、挿絵など幅広く展示し、特に代表作のつぼいのしだれ桜、 須桜神社の熊城桜は横幅が3メートル以上もある大きな屏風に描かれている。屋台蔵では、小布施の各地にある7台の屋台のうち、2021年、現在は北斎館に収蔵されている上町、東町のものを除いた中町、伊勢町、横町、福原、六川のものを展示している。特に天井のガラス管が組み込まれたギアマン屋台と呼ばれる。 中町のものと白木で統一した建築様式の伊勢町のものは特色がある。その他、地元出身の金型造形作家、青山文店の作品なども収蔵されている。オブセミュージアムの設置及び管理に関する条例、オブセミュージアム。ありがとうございます。